こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうも。起きてますか、皆様。どうも。遅い時間に。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。毎週参加していただいている方は本当にありがとうございます。今日初めて来た方は緩やかに肩の力を抜いて半分寝ながらでも、ご参加いただきます。合同配信でございます。ありがとうございます。なんでこの合同配信を定期的にやってるんですけど、なんでやってるかと言いますと、康介さんお願いします。はい、4月の23日に、僕らサニーファンスタイル結成20周年の、ツーマンライブをやります。その、出演者の、面々の、深掘りをしていこうという企画でございます。そうなんです。サニーファンスタイル先輩の、20周年お祝いということで、あの20周年イヤーなんですよね、今年が。そうですね、はい、ということでね、あの、まあ、先輩とあえて言わせていただきましたけどもあの私が歌い出した頃からもうねご活躍をされていて、あの先輩っていう感じでこう大先輩尊敬の眼差しをね大先輩とか見ていたんですけどそんなことない、変わらないからで、あの今日4人、あのこの4人がサニーファンスタイルでいいんですか。そうですね、あの新しくそういうことですね。20周年を迎えてドラムが入れ替わるっていうことですねじゃあ自己紹介からいきましょうかよろしくお願いします。はい、ではサニーファンスタイルボーカルギターの鈴木康介です。お願いしま す。そして サニーファンスタイルギターの長崎優希です。よろしくお願いしま す。お願いします。サニーファンスタイルベースのバンタカです。よろしくお願いします。お願いします。次どう来るんでしょうね。サニーファンスタイルじゃなくて自己バンドのドラムのミキヒトですそこは否定してきましたねはい、初めて見た方はあこれがサニーファンスタイルかって多分思ってると思うんですけど、まあ、画面上で見ると、どっち側だ、右側ですね、右側に一番右に座ってる、人はドラムを叩いている人なんですが、はい、秋一子バンドの、ドラムでございます。ミキトさんですね、はいはい、よろしくお願いいたします。サニースタのドラマーさんは、はい、マロ君もちょっとマロさんは今日はお休み。出稼ぎ、うん、そうですね、出稼ぎに夜のパトロール、なるほどもしくは職質受けてるか前回もそうネタありましたね前回も謎にいなかったっていうね、そうそうそう、誰もいない理由を知らないっていう、いろんなことが起こっているこの配信ですけども、なんか後々いろんなことが語れそうですよね。なんか配信やる上で本当にいろんな事件が起こって楽しいなと思ってやらせていただいておりますけど、はい、そして私秋一子でございます。よろしくお願いします。ちょっとね、司会みたいな役割をさせていただいておりますが、まあ、さっきあの康介さんが言ってくださったように、サニーファンスタイル、そして秋一子のツーマンライブ、そしてオープニングアクトでノンファットのお二人ということで、まあ、ノンファットのお二人についてはね、ちょっと今回あくまで一応タイトルとしてはツーマンということで深掘りコーナーがないんですけども、それぞれのバンドのメンバーを一人一人深掘りしていこうと。で、まあ、そもそもタイトルに、マイスタイルというねタイトルがついておりまして、それぞれの生き方、生き様、生きるスタイルがあるよねということで、やっぱりそれぞれの人、人間をこう深掘りしていったら何かしらいろいろ出てくるというところから、毎回毎回一人ずつ決めてですねやってるわけです。今日はどなたの深掘りでしょうか。はい、はい、自己紹介をじゃあもう一度お願いします。サニーファンスタイルギターのゆうきです。はい、ギターのゆうきさんでございます。よろしくお願いします。なんかさっきちょっと配信前にチロッと話をしてた時に、はいはい、闇が結構あるよねみたいなことを。どんな闇なんですかみたいなね。まあ今日は言えることを。
今日はまあ言えることね、まあ、闇はあるよっていうのはちょっとじゃあ軽く前置きとして置いといて、ふわっとふわっとね置いといて、闇はあるけれどもまあ闇も2種類あるからねっていう、あの本当に闇方の闇と、あの闇の真っ暗の方のね闇とありますけど、まあどっちサイドなのか、まあ皆さんのご想像にお任せして。病的な闇は俺全くない。あ、ないんですね。なるほど、もう言ったそれはもう潔くでこう暗い真っ黒の方のね、真っ黒の方は闇夜が、はい、あの抱えてらっしゃるということで、はい、もうまあでもあの過去の今は僕、なるほど、とてもクリーンなんで、なるほど、ピュアホワイトで、はい、ピュアホワイトで叩いたらちょっと埃出るぐらい、なるほど、えらい出ますよ。まあね、あの過去は過去ですから、そうです、もうあの振り返ってもね、振り返ってもいいんですけど、あの過去は変えられないんで、今と未来を変えていくしかないということでね、今ピュアホワイトでいらっしゃるゆうきさんでございます。もうそのもう証に今日白いですからね、そうです、それだけ服がね深掘りしていきたいな。そんな白くないですかね。あ、そうですか。こっから見ると白っぽい感じに見えますけど、あ、光の具合で、ね、あ、なるほどね、白をしたら白です、まあ、そうです、白じゃないんだ、光ったら真っ白、ちょっとやっぱ濁ってるわけですね。あ、ちょっとクリームっぽい。なるほど。クリームっぽい。細かくてごめんなさい。細かい。もう白でいいじゃん。ここそうですね。そういうとこだぞ。そういうとこだぞ。意外が。もっと話すことはたくさんあるから。今日はいっぱいあるから。じゃあ一応私もいろんな質問投げかけながらですね、はい、皆さんからも、メンバーの方からも、いろいろとちょっと暴露してもらえたらと思うんですけれど、まあ、ゆきさんギタリストということで、はい、そもそもそのギターを、まあ、皆さんに聞いてるんですけど、ギターを始めたきっかけっていうのは何だったんでしょう。きっかけはですね、ちょっと遡るんですけど、うん、僕小さい頃ピアノやってたんですよ。中3までやって、でそっから高校に入ってギターに目覚めるんですけど、うん、それまで親が厳しくて、うん、ミスチルは聞けてビーズダメだったんですよ。どういう、そう、そこの言い訳なんですか。だから革パンはダメ。あで X の、うん、X 絶対ダメだったんですよ。絶対ダメだよね。ラスティーネイルをこっそり買って、うん、こっそり家で聞いてたっていう少年でした。すごい。もうそういうパンクロックは悪だみたいな、なるほど、そういう感じでやってたんですけど、高校の時に友達が、うん、あのクラプトンのレイラを弾いてて、うん、めっちゃかっこいいと思って、うんうん、でそこでエレキギター買ってもらって、なるほど、そっからですね、デリリリリリリってやつですね。そうです、有名なあれ、うん、あれかっこよかったですね。知らんわという方はググってください、すぐ出てきますんで、はい、エリック・クラプトンのね、ギターリストなら絶対一度は通る。かっこいいですよね。アコースティックバージョンもかっこいいですよね。あ、そうですね、ちょっとこうテンポが落ちて、うん、そう、なるほど、ね、でもすごいですね、革パンダメっていう、そうなんですよ、わけが、まああれでしょうね、そういう音楽を聴かせたら息子がグレるという、そう、音楽の内容うんぬんじゃなくて、そのアーシャとかの見た目で NG だ、なるほど、見た目だろうね、うん、音楽がどうとかっていうほど聞いてなかったのから、うん、歪みがダメとかじゃん、そこまで細かくはない、だいたいダメになっちゃう、使ってるからダメクランチまではいいけどみたいな、だからダメなことは多かったですよ。へー、じゃあですか、もうその反骨心みたいなのがまた逆に音楽に向かわせたっていう部分もなのかな、そうなのかな。でもピアノ大嫌いになってましたけどね、うん、やっぱりやめることは。なんでですかそれは。なんかクラシックばっかり弾いてて、うん、全然楽しくなかったんですよ、ね、で先生も厳しくて、うん、親が先生にもうめちゃくちゃ厳しくしてくださいみたいなこと言ってたんで、うんうん、もう逃げ場ないし、やめれないし、うん、全然楽しくなかったですね。クラシックのあるあるというか、まあでも終わってからそれやめて、うん、で久しぶりに弾いてみようかなみたいなので、やっぱりミスチルの弾き語りみたいなのを買って弾いたら、それはすごい楽しくて、分かんないもんですよね。親は厳しかったの？厳しかったですね。その
ピアノ以外もやっぱり。あ、厳しかったです。あ、まあ、習い事もなんか収録はやってました。収録すごい。やってたやってた。ECC とかさ、塾とかさ、うん、英会話、塾何も役に立ってない。音楽は音楽は役に立ってるけど、そうだから耳コピーは僕めっちゃ早いですよ。あ、絶対音感ですか？あります、はい。おお、すごい、羨ましい。でもピアノ、ピアノって全部の音楽の基本になるじゃないですか。あ、クラシックピアノ通ってるとやっぱ強いですよね。強いですね。クラシックって名前がついてるだけあって、やっぱリズムもそうですけど、うん、指がまず結構動くんで、うんうん、早いですよね、習得が、うんうん、他の楽器やるにしても。そうですよね、でピアノって割とこう目でこう目視ができるって言ったらあれですけど、はい、ギターってこう持っちゃうとこうね、あ、そうです、あれ見えないじゃないですか、うん、ピアノってまあ見ちゃえばこう見たまんま割るとこうコードっていうか、うんうんうん、だから分かりやすいし、音楽理解する上ではね、すごく最初の導入としては絶対いいですよね。そうですね、ピアノのこの指動かしたりとギターの動かしたりもやっぱこう通ずるものってあるんですか？ちょっとありましたけど、でもやってるとやっぱり全然違くて、うん、なんか使う筋肉も違うし、うん、ピアノってこう叩く方じゃないですか、鍵盤を。でギターってこう離していく方だったりするので、ちょっとだから違うんですよね。まあ、もちろん叩くのもあるけど、こう引っ掛けながらプリングとかハンマリングとかそういうので。あ、なんか今こっちの音声が切れちゃったかな。すいません、今重要なところが聞こえなかった。ギターのってなった時に大丈夫ですか？配信上聞こえてんのかな？聞こえてます。聞こえてます？大丈夫？なんだろう。まあ、ゆきさんがギターの話になった時に。私の方の音声がギターの話じゃないんじゃないかな違う話じゃしなきゃいけないんじゃないかと。俺ギター結構頑張ってきてよなるほどね。もう私もちょこっとギターは触ってたことがあって、まあ、よくある F で若干こう挫折しコード F でもう無理だってなって、もうそこからあんまりね弾かなくなっちゃったんですけど、前も言ったかなこの配信で、父親が高峰でギターを作ってたので、そうギターのエンジニアだったですね。作る方のエンジニアで、お家にはもうギターが何本もあって、で、まあ、それで遊びで弾いてたんですけど、だから もしかしたら中学生の時の何だろう、文化祭で初ライブ、あれが初ライブと言っていいのか分かんないですけど、たくさんの人の前で歌ったっていうのはギター弾いて歌ったのが初めてだったかもしれない。へー、もしかしたら、うん、すごいな、うん、そう今全然弾けないですけど僕初めて人前でやったのは、うん、昔蒲郡の方でヤングミュージックフェスティバルっていうのがあって、なんか聞いたことある、わかります、わかる。で僕弟がいて、1個下の弟がその時ドラムやってて、うん、で僕はギターボーカルやろうって話になって、でメンバーいなかったんで、僕ドラム、あ、ドラムじゃない、ギターボーカル弟ドラムで出たんですよ、うん、すごい。並び立てじゃないですか、うん、並び立てだね横いないのに、うん、立てで立てでやりましたよ。ずれたりしないな、ずれかぶってずれたかな、そんな余裕なかったから、あえてセンターになるんだって真ん中だったはず。へえ、かっこいいなかなかの、まあ、当然賞は何にも取れなかったですけどね。へえ、初ライブはそういう感じで兄弟でやりましたね。へえ、それ初めて聞いたな、兄弟で。ああ、うん、そうかもしれない、うん。今その弟さんは音楽はやってるんですか？あ、今もやってなくて、うん、ハンダの方で床屋やってるんですよ。へー、そっちが結局やりたかったみたいで。あの手先は器用なんですね、やっぱり、ね、あ、器用ですね、うん。へー、ピアノも弟さんもやってて？やってました、弟の方が上手かったですね。へー、なんかよく言われたのが、弟の方が感情がしっかり乗ってる弾き方で、僕はその教科書通りに弾くみたいな、そういう感じ。だから弟の方が、うん、ヤンキーでしたね。どういうこと？感情をさ、なるほどね、出す方じゃん。俺はいい子だったから、はい
出せない闇しかないのに当時はね、あ、当時は、当時はね闇を抱えてたから、そこから闇に走っちゃったダークサイドのポイント、そこ、どうだろうな、でもその厳しい反面でそっちに行っちゃっただろうな、兄弟で同じことやってると弟の方不思議ですよね、今ね、あんま酒井さんの声があんまり聞こえてなくて、兄弟で声がね、来てないですね、乗ってないね、あ、来た、失礼しました、改めまして酒井、どうも酒井さん、もう今日は酒井さんあってのこの技術がまたちょっといろいろねのおかげでできております、でもバッチリありがとうございます、あ、んだね、で、あの、得てして兄弟で同じことをやってると、うん、兄よりも弟の方が良かったですよ、まあ、若花田高花田とかもそうだし、なんだっけ、あと いろいろあるじゃん、浅田姉妹あ、そうか、そう、ね、浅田真央ちゃんとね、中日の堂上とか、あ、そうだね、マニアック、そうね、わからん、そうね、わからん、お兄ちゃんのお先に言いたいしね、二村兄弟、わからんドラゴンズ全然わからん野球の話マジでチンプンカンプンだわからん、あ、うちもそうだからさ、あ、そうなんですか、うん、弟がだからもうガッツリフリーで、うん、あのもうホールクラスなりカウントダウンなりの PA とかやってるけど、俺こんな底辺見るからね、いやいやいや、出れんね頂点じゃないですか、どっちかって言うと本当、そうか、そうでしたね、まあでも容量いいのかもしれないですね、こう下の方がね、あ、そうですね、こう兄ちゃん姉ちゃんがこう怒られたりしてるのをやっぱ見てたりして、あ、こうすると怒られるんだなみたいな、じゃあこう振る舞おうみたいなとこちょっとあるんじゃないかなってね、私も長女なんですごいわかりますけどね、なんで私ばっかりって思ってましたからねいつもね怒られるのに、まあ、でもそれで諦めきれずに続けちゃったのかなっていうところもありますけどね、うん、そう、結局なんか長く頑張って続けるのってね、兄姉の方がなんとなく自分の実体験を持って、うち妹も音楽というかミュージカルやってたので、そう、でもミュージカルはもうやめちゃって今保育スターになって働いてますけど、でもね、やっぱ音楽をずっと続けてるのはやっぱり私の方だったから、うん、でもいいですね、ちょっと兄弟で演奏したっていうエピソード、そうですね、うん、まあちょっと思い出ですね、その、うんうん、いやでもいい思い出だと思う、うん、兄弟で何かやるってやっぱり、うん、あの僕3人兄弟 で共通点は3人ともバスケをやってて、うん、で1回3-on-3 大会にエントリーしたことがあって、3人で3人 で, へで、ただその時長男が出れなくなっちゃって、うん、だからそのこの3人でチームを組んでバスケやるっていうのは叶わなかったんだけど、でもなんかそのやろうとしたのはやっぱり一つの思い出だから、うん、なんかいいっすよね、なんかそういうのって急に一致団結するよねそういつもちょっと喧嘩してたりしてても、うん、なるほどね、私もあれですよ、本当に十何年ぶりぐらいに今年の正月に兄弟3人でバドミントンやりましたよ。おー妹が買ってきてやるとか言って近所の公園行って兄弟3人でもうねラケット持って打ち合いっこしましたよ。泣ける、なかなかちょっとこうエモかったですねあのちっちゃい頃一緒に遊んでた公園に行って3人で正月でお母さんも途中から混ざってやって、なかなかで動きが変だって散々笑われて、私無駄な動きが多いってすごい妹に言われてめっちゃ動画撮られてたけどそんなね、なんかちょっとあれですよ、エモい瞬間もありましたけどね、そっか、でもギターで、でも今はあれですよね、演奏活動の他にも後輩を育てるというか、あのギター講師としても、ね、はい、やってらっしゃるんですね、忙しくしてます、すごい、でも音楽で食ってるってことですもんね、そうですね、うん、ギターで食ってます、うん、すごい、あの明智子バンドの遠藤もね、えんちゃんも同じようにギター講師で食ってますからね、
なんかギタリストってそうやってちゃんと自分で何とかしてる人多いですよね。ああ、そうですね。結構何やってるかわからない人も多いですけど。私の周りがかな。あれ、遠藤とつながってるんですよね。あ、つながってます。お、その遠ちゃんとどんなつながりなんですか。最初は、うん、師匠が一緒で、うん、でそこで一緒になったんですよ、うん、で、あ、初めましてみたいな感じですけど、もともとあのうちのドラムの楓くんと友達だったんで、うん、その紹介もあってなんか結構すぐ仲良くなれて、うん、でその後一緒に働いたりなんかもあって、なんか結構接点が多かったですよ、うん、一緒に働いたってバイトで、うん、音楽スクールで、へえ、うん、やってましたね、うんうん、仲いいんですか。仲は普通にいい方ですよ。へえ。プライベートとか遊ぶんですか。プライベート数回飲んだよ、ね、うん、あのビーンズで、あ、本当、うん、飲み会を、うん、あ、ビーンズよくねたむろってますからね、うん、みんな、うん、分かんない方はあのビーンズスタジオっていうね、遠藤くん のギター教室ですね。ミドさんもなんかたまにやってるじゃん、講師みたいな。いや、やってます、ビーンズで、ね、最近行ってないですけど、うん、所属して、所属講師、所属講師、なるほど、非常勤講師、非常勤講師。聞こえはすごくいや、だからあの僕とゆきくんはあの名古屋ドームで一回会ってるんですよね。ああ、そうですね。どういうこと？僕と遠藤が野球見に行ってて、うん、で帰り、うん、途中だっけあれは。何で知ったんでしたっけあれ。途中で気づいて、僕はあの嫁と行ってて、試合の途中だったっけあれ。あ、同じ試合見に行ってたってこと？そうなんです。偶然ばったり会って、うん、うわーっつって、うん、で急いで写真撮って急いで自分らの席に戻った。席近かったんですよね、結構。近かったかもしれない。見えてたんで。僕ちょっと上の方だったんで、 あそこにいたんだって。あ、すごい、あ、上からひょろい緑のが見える。ひょろい緑フェイスブックだったかな、 なんか、まあ、でもなんかそんなんで知ってだと思うんですけど、なかなかあんなところで会うこともない、うん、試合 で、ね、相当数いますよ、だって、うん、まんまんですね、まんの対応 ね、うん、でもあれ以来会ってない、多分そうですね。で、あれ以来あんま、本当に何年かぶりの再会が叶ってますよ。まさかこんなね、2週間に1回会うと思わなかった。たら会うじゃん。まあ人の縁はそういうもんですよね。ついたり離れたりね。そう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 。でも縁がある人は必ずどっかでまた会いますからね。そうですね。こうちゃんとゆうきくんの出会いを俺聞いたもん。うん、ああそうですよね。なんでこのバンドに入ったのかっていう。ジャネスタに入った経緯を全然聞いてない、うん、ややこしいよ、ややこしい、ややこしい、やめとこうか、1から1から10まで教えてもらっていいですか。ややこしいならやめても聞いてくれよ。聞く気ない。メンバーがいち早く諦めた。ちょうどあれだよね、あのまあ、コウスケと出会った時っておばくらやってたの。いや、おばくら、おば、大林クラブが解散して、うん、で僕がちょっとだけソロ活動してて、うん、で一人は寂しいなと思って、やっぱバンドやりたいなと思って、うん、であのメンバーを探してたんですよ。であの僕の義理の弟がいて、でそれでもギターをやってたんで、誰かギターいいのいないっていうのを紹介してもらったのがゆうき。それ誰に紹介したの。コンクに、あの、あ、うん、うちの妹の旦那さん、はい、うん、妹の旦那の先輩が俺だった。へえ。でその大学 の大学の先輩は俺でもあるんだけど、うん、同じだ。もややこしい、ややこしい、図にしてもらっていいですか、ちょっと。もっとややこしいこと言うと、そのオバクラっていうオーバーエイジクラブっていうバンドをやってた時のギタリストが今配信見させてもらってます。あ、本当だ。ややこしついでにありがとうございます。あ、あの辻さんという方ですね。そうです、ありがとうございます。
あ、コメント全然拾ってなかったです。すいません、遅れまして。500円さんこんばんは、あきらさんこんばんは、そしてついさんですね、ありがとうございます。すいませんね、全然すっかり抜けておりました。でもよかったら見てる人でね、あのゆうきくんに質問があったらぜひぜひ、ね、ぜひコメント答えられる範囲で、ね、答えますね。ぐいぐい聞いてもらって、ね、だんだん紐解いてもらったら、特にないですとか言って、わが野郎です。寂しい。そうか、じゃあサニーファンスタイルに入る前はバンドはいろいろやってたんですか？あ、いや、もうほとんどやってなくて、大学の時に組んでたバンドとかもほんとコピーばっかりで、あのブルーハーツとかのコピーとか、もうオリジナルもちょっと作ったのかな、まあでもそんなもんで、バンド名はダイオキシンっていう感じ。なんでその言葉チョイスした？ダイオキシン。分からない。初めて聞いたけど。いや、そのぐらいの年のさ、テンションってそうじゃん。インパクトしかない。なんか前回もそんなようなバンド名あったよ。あったあった。前回なんだっけ？前回なんだっけな。狂い咲き。狂い咲き。そうだ。あ、これ対抗できるかなと思って。そうだ。持ってますね。狂い咲きとダイオキシン。解散してほしい。ダイオキシンを解散するときは涙出したよ。なんか気持ちだけは熱いからさ、やっぱ20ぐらいってさ、そうですよね。お前最高だよみたいなやるじゃん。そうそう、あった。辻さんが特にないですって。ちょっと辻君分かってる、乗っかってきた。辻君めっちゃ喋ること多いのに。特にないです。4月楽しみにします。ありがとうございます。でもこの今でよく出てくる辻も一緒にやったんだよね。あなたはやったんですよ。ちょっとそこからまだありますけど、ちょっとどうする、サニスタを組んだところの話する、うん、もうどう言ってくださいよ。これどっからどっからどのくだりから好きなところ紹介してもらってから、紹介してもらって、そう、うん、で、こうちゃんと初めて会って、うん、最初はこうちゃん何の車乗っとったっけ、あの頃ボンゴかな、ボンゴフレンディー、うん、ボンゴの車の中でギター持ってって曲作ったりね、こんな曲あるんだみたいな、そっから始まった、2人で作ってたんですか、お互い聴かせたりとか、して、あ、こういう感じで、で、まあ、やりたい方向性とかもそれで見極めつつ、でドラムはもうそのオーバーエイジクラブっていうバンドのドラムにとりあえずサポートでいいから入ってってお願いをして、でお前リーダーなっつってドラムでもう強制的にもうメンバーにさせる。そうだったね。なるほどね。もうリーダー抜けらんないですからね。そうそう。でベースはハートランドから紹介をしていただいた。へえ、そういうシステムあったんだ。誰かいないですかって俺毎週のようにメンバー探してハートランド来てて、あった、紹介なんてよくあったよ。はー、じゃあハートランドで生まれたバンドって結構いたんですね。そうでもないの、ふっと思いつかないけどね、うん、まあでも、ハートランドきっかけで俺も加入したからね。加入、ああ、ミケドさんもそうだったの、うん、そう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 、リバース、リバース、へー、あの糸原さん、お懐かしい、糸原さん。俺も糸原さんです。みんな糸原さん。糸原さん。糸原さんって知らない人多分ばっかりだよね。そう、昔ね、ハートランドにいらっしゃった、伏見のハートランド時代にいらっしゃった、なかなか濃いスタッフさんだったんですけど、うちのボスの今のボスの斉藤の同級生、あ、同級生だったんだ。大学の同級生、だから同じサークルで一緒にいて、でそれで、まあ、タイミングがあって、もともと音楽やってる人だから、やりたいって話になって、キャランさんも同い年、同い年、あそこじゃあ3人は、あ、でも大学キャラン違う、あ、そうか、すごい、キャランさんも同い年ってびっくりするよね、びっくりだよね、ハートランドのスタッフの名物スタッフの皆さんの名前もいっぱい出てきますけど、身内乗りの身内乗りの話わからんわみたいなね、初めて見る人誰のことやねって。
まあ、いるんですね、そういうあのそれぐらいあのアーティストとスタッフがこうつながりの深いライブハーツだっていうことを、ね、分かってもらえたらという、うん、ことですけど。でそこで活動し始めて3年ぐらい。そうね、そのメンバーでは3年やって、うん、ベース誰だろう。ベースはフミですね。プロモを撮ってます。そうですね、撮ってもらってますね。プロモーションビデオ撮っとるそのメンバー。そうね、撮る側？撮る作りました。酒井さんに作っていただきました。ちょっとそれも掘り起こすわ。痛い。出てくるかな。多分出てくる。今何年前ですか？さっき探してた時見つける気になってなかった。でもね、もう20年は。は今20年だからそれより前？いや10なんで最初の3年間だから。サニーファンスタイルになってからですよね。だから前回の最初のメンバー初期メンバーで撮った。うん、で17年ぐらい前ぐらいってことですね。これは見たいですね。ぜひ掘り出してください。でその3年やって解散。解散じゃん。認識がなんかずれかし俺一人になったから。認識が。一人でサニーファンスタイルやってたから。3人だったり。そう、そのきっかけは俺で。うん、そうね。当時ツアーとか回ってて、うん、でツアー回って東京大阪回ってで最後名古屋ってやって、うん、動員が思ったほど全然伸びてなくて。うん、で年齢もその時27で僕は、うん、それでちょっと心折れて、うん、もう無理でしょっていう風で言って、うん、そしたら他の2人も俺もみたいな俺もダチョウクラブそんな軽いノリでお前もお前もコース君どうぞ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 じゃねえか。そんなこんなで、うん、あの一回やめてっていう流れで、でやめてからあの僕はそのやりたかったことをちょっとしらみつぶしにやっていこうみたいなことを思って、うん、で、最初にやったのが最初にやったのがユーミーとやったやつだと思うから、最初にやったグループみたいなのがあるんですよ、うん、グループバンドではないんですけど、ほう、バンド名はでもそのグループ名はむなしいっていうんですよ。あれバンドではないのか。あれなんか空耳空耳もう一回言ってもらっていいですか。むなしいって言います。おー、なんか、うん、無ですね。無です。響きは結構あの馴染みがあるんですけどね、なんか M から始まる。なるほど。むなしい。え、L じゃないんですね。L じゃない。L じゃない。L はダメです。M。むなしいです。むなしい。それはちょっと仮装して、ちょっと化粧とかして、あのお笑いもやったり、うん、なんか舞台みたいな。で、ところどころで、うん、あの演奏もするっていう。コミックバンド的なことですか。そうですね。で、その当時、ユーニーっていう、あの、そうか、遊び心。うん、遊び心だよね。もともと、第14帝国っていう、うん、あれは劇団ですかね、うん、劇団でやってた人で、でそのちょっとノウハウがあるからってことでと一緒にやってもらって、うん、でなんかストーリーを作ってもらって、うん、でその舞台をやるっていうのをやってましたね。へえ、なんか面白いことやってる。1回やった、2回か3回かちょっと覚えてないけどライブやったんだけど、うん、そのステージが、うん、ハロウィン、そうだ、ハロウィンのイベントで、うん、ハートランドではもう今全然やってないんだけど、うん、変身祭りハロウィン2000いくつっていう、うん、毎年やってて、うんうんうん、お客さんが仮装しないと入れない。あで、やってる中身もあのちょっといつもよりふざけてるみたいな、うんうん、でそこの中で対象があって商品もらえてるのがあって、それでライブをやったんだよ、初ライブをやったんだよね。ちょっと見てみた。ちなみに写真あるの？どれ？ここ真ん中です。出た？真ん中です。私のとこどうやって見るの？え、出てるよ。あの配信見て。あ、本当？あ、遅いだけだった。本当だ。右側がユーニー。
引っ張っていってくれた人で、はいはいはい、ここ真ん中ですか？真ん中です。真ん中です。え、なんか映り込んじゃいけないものが入ってる。後ろ何？後ろだよ。後ろだよ。後ろは。ちなみにその、U2 じゃない方の 左側にあるか、うん、左側があの俺の義理の弟です。身内ばっか。紹介してくれた長男ですね。すごい。すごい。で一番後ろが、サニスタの初代ドラマーです、ね、そうだったんだそうだったのか身内でしかないすごいことなってますねこれはなりきってましたねよくありましたねこの素材本当にそれがねやっぱねハートランドすごくてねすごいこれだけじゃなくってねまだあんのごめんないなんか期待しちゃった動画むっちゃ探したんだけどなかったんだいやこのちょっと配信ね本番4月23までに見っかることを祈って今日だって半日ぐらいかけて探したんだ半日っすかすいませんこんなもののためにもし見つかったら再販しましょうなんであの辻持ってたらなんかちょっとなんかちょうだい本当そう辻くんなんかあったらちょうだいブルーレイで再販しましょうあなんかあ来てる来てるえなんかあった来てるってえマジであコメントも来てた、はい、コメントも来てますね久さんこんばんはありがとうございますコウさんこんばんはありがとうございますありがとうございますあ、今夜ありがとうございましたああ今夜、はい、ライブに来てくださったんですね。コインあコインあ違う今夜全然違いました。コインね、はい、ありがとうございます。はい、すいません。いやでもこの頃は、うん、そのステージの可能性をすごい考えてて、うん、全然経験もないのに、うん、何がやれるんだろうみたいなことを考えてて、うん、音楽だけじゃなくてもできるよなみたいな。うんうんうんそれでそのユニと相談してみたいな、うん、でもその時一緒に対バンしてした、まあ、誰だっけ、うん、一緒に対バンしてた北斗の拳やってた子たちいるじゃないですかあ吐き溜めの鶴ですね吐き溜めの鶴あ懐かしいですねあっちの方がクオリティすごくなってきたねあそう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 ちょっとねちょっと待ってねすげーなと思ったねだからすごい楽しかったですなんか自由にやれてるって思う。すごいバラエティ豊かなライブハウスですよね。そう考えたら確かに好きなことやらせてもらえる。うわー。そう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 。え、出た？すごいな。懐かしい。不思議。ハートトランドも懐かしい。これ私の方が遅いなこれ。早く共感したいのに。映らない。めっちゃタイムラグある。今頃静岡走ってるから。あ、本当？うん、もうすぐ着く。あ、違うやつもあった。全然出てこないんだけど。なんで？配信出てるよ。配信出てる。出てる？配信出てる？うん、え、見逃しただけ？いや今出てる。ずっと出てる。なんで私こんな遅いの？なんでだろう。ちょっと更新してみたら？更新？うん。どういうこと？はい。アプリを、アプリを一回ちょっと閉じてみようか。この時がね、だから吐き溜めの鶴が1回目の時にこの格好してた北斗の見えた。あのだから後ろにユリアもいるんだけど、ユリアとケンシロウがいるんですよ。はいはいはい。で2回目の時にターミネーターをやってんだよね。ターミネーターターミネーターをやったっていうワードがもうよくわからんすけどはい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 ライブでターミネーターをやったっていうターミネーターをダイジェストにしてこうシーンをやったんだけどでもそれ30分ぐらいに収めたつもりが1時間ぐらいやっとって押しまくっとるやないですか大品種とかってでその時ここにも、ね、さっきの写真のところにいるんだけどあとスピーディーっていうああそうだそうだスピーディーだスピーディーあのねキャッツアークラインのね、うん、ベースのやつがちょっと変なやつで、うん、そうあのベースがメインボーカルになってあの何この今ちょうどフロントの 3人いるうちの真ん中のやつがスピーディーなんだけどまたネクタイ、うん
今あのねこれ今 BKB バイク川崎バイク あれの原型みたいなこと、そうだそうだそう全部あのバイクに絡めて曲もあったりとか、うんうん、ブルンブルン言ってたもんね。へえ。その後に BKB 出てきたもんね。なるほど、ね、これは3チームですか今の写真は。そう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 、全員集合写真ってことですね。そうでもこれはね当日じゃなくてね、うん、CM 撮影した時に、まあ今と割と同じことやってますね。CM 撮って流してみたいな。昔のこと昔はもうだからもうえらいことばっかり、カロリー高いことばっかりやってたから。濃いなんかで写真から伝わってくる熱量がなんかこう圧がすごいもんなんか。今辻君から来ました。おそうだ。これもやったわ。エヴァのネタやったわ。エヴァ、エヴァなんだこれ。確かに青い毛の人いる。この白い人なんすか。白いやつは真ん中のリリス。目がいっぱいある。リリス。リリス。ちょっと俺よくわかんない。わかんない。最後の方で出てくるやつ。わかんない。エヴァあんまわかんないんだよな。テル君もいるし。これ増えてるよね、うん、増えてる多分。あ、だって辻くんおるやん、うん、そう、2回目なんすかね、これふみくんがいるよね、うん、1回目で結構面白くてそれを話してたらどんどん増えて、うん、メンバーがどんどん増えてた、ね、劇団化してと。でも辻くんがギター弾いてる、ギター持ってるもん。本当だね、誰がギター弾いてんだかって話になって、うん、お前弾いてねえのか。ギタリスト3人いるのに弾いてない。僕は鍵盤をやってましたこの時。へえ、まあでもそこで経験が生きてるわけですね。あ、そうですね。本当だ、すごい。へえ、ペニシリンのロマンスとかやってました。うわ、はあ。楽しかった。でもなんであの格好をするとなんかその要はビジュアル系みたいになるんだ。あ、なんすかね。なんかスイッチ入りますよね。うん、まあ女性が化粧すると気合い入るみたいなもんですよね。それでそっかそっか。へえ、すごい歴史がもうなんか掘れば掘るほどいろんなのが出てきますけど。で、なんだったっけ、何話だったっけ。サニーファンスタイルが一旦やめて、それやって、で僕自分でもちょっとバンドやってみて。うん、ボーカルって大変だなと思って。あ、歌も歌ったんですか。歌もちょっとやったんですよ、うん、でも全然ワンステージも持たないんで。あ、やっぱダメだなと思って、うん、ボーカルの人すげえなと思って。歌体力いりますからね。そう思ってました、うん、あの頃、うん、だから 今も、もうボーカルやろうとかさらさらもさら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 コーラスぐらいは。あ、コーラスぐらいやりますね、うん、やる、うん、そんななんか30分歌うとか、うん、もう考えられないし。まあね、だって30分は、対バンは30分ですけど、ワンマンとか、そうですよね、ツーマンとかだったら4、50分もっと2時間とか、ね、どんな喉してんのと思う。どんな喉してんですか、コウスケさん。こんな喉。でも絶対音感あるわけじゃないですか、例えばそのあれですけど、コウスケさんがこう歌ってるの聞いたりして、あ、今、あ、みたいな、そういう瞬間とかって気にしないです。気にしないです。あ、そうなんだ。気にしない、気にしてた。絶対音感の人ってそういうの気になるのかなと思って、なんか絶対音感あるんだよねって人の前で歌うのちょっとドキドキするんですけど、私なんか。あのピアノだけやってた時は、うん、多分あったんですよ、うん、で、ギターを始めると、うん、ギターって揺れるじゃないですか、うん、だからちょっとその絶対音感が揺らぐんですよ。微妙な感じになるんですよ。でも聞けば、あ、この辺の音だろうっていうのは分かるんですけど、でも正しいその440の A の音とかっていうのがだんだんブレてくるんで、うん、ちょっと分からなくなりました。許容範囲が広がっていくような感じなんですか。そうなんです。ドラムの音ってどうやって聞こえてるの。あ、今もう全然普通にドンって聞こえてる。トコ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 。普通にドレミドレミとかじゃない。全然全然全然。みんなと同じように聞こえてる。みんなと同じように。普通だからね。トコトコ。その当時というか、その今なお絶対音感の方って聞こえるんじゃないですかね。あの清塚さんみたいになるとかでしょ。うん。そうだ。
だから今僕が分かるのはなんかピアノとかでジャーンって弾いてこれ何の音ってパッて答えるぐらいでコードとかあのギタージャーンって弾いてあこれはこのコードみたいな。うん、それ羨ましい。だってすごい人は歩く音とかそんなのも全部音階に聞こえるって言いますもんね。ね、いやもう異常ですよ、気狂いますよそんなの。ねえ、気狂っちゃいますよね。すごいなと思うんですけど。でも本当昔その絶対音があるみたいな話で、うん、なんかコップの縁をチーンって叩いて、うん、これ何の音みたいな、うん、分かるかよなんかラっぽいけどラっぽいラとシの間ぐらいみたいな、こういう分からないとかそんな正確な音じゃないし、っていうのが多かったですね。まあ、だってピアノってまあ言ったら無理やり12個に分けられてるだけですもんね、ヘルツを変えてったらその間の音だっていっぱい存在しますもんね。歌ってその揺らぎとかギターもそうでしょうけど、揺らぎが逆に、ね、あそうです味になったり、そのピッチがいいだけが歌じゃないっていうのはありますもんね。でも歌い手ってでもやっぱそこは結構根本は気にするから、うん、そう ね, ね、気にしますよ ね, コウスケさんね、自分で歌ってて、うん、あみたいな瞬間あるある、あやもうちょっとこっちやったみたいなのありますよね。あるね。そう、もうレコーディングでちょちょっと直せるからまあ今ね、まあそうだけど、そうだけども、え、レコーディングの時はちょっと歌の話にちょっとなっちゃったんですけど、あのオートチューンみたいなの使います、コウスケさん？あ、でも使いはしますよ。あ、本当、うん、なんか嫌じゃないですか。あの最初使わずに何本も何本も撮ってたんだけど、うん、もう時間ないから。あ、まあ時間短縮で言えばね、うん、でそのなんかニュアンス的なテイクが良かったのであれば、うん、もうそこでちょっとだけいじっていけるんだったらそれでいいのかなっていう。そうか、ん、もうボーカルってこう、うん、最後じゃない、レコーディング的に、うんうん、出て時間に追われてるから、うんまあ、バンドなんか特にそうですよね、うん、そう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 、うん、なんで使いますね、うん、私ね、どうしてもね、慣れなくて、こう自分がこう歌ったはずなのにこう曲げ、なんかこう機械で曲がるわけじゃないですか、その音が、うんうんうん、もうそれ聞いて自分の声じゃないと思っちゃうんですよね、なんか、うん、なんかね、慣れないんですよ、時代に遅れてるんですよ時代についてきてないですけど、だから未だにアナログに何回も何回も撮り直してもうやっちゃう。オートチューンって何でしょうか、うん、っていう質問です。ああ、そうですよね。すいません。ついつい普通にまあ機械で音程をこうちょっと修正するというようなね、機械に。まあその技術なんですけど。言えてね。もう今となっては使ってない人いないかな。ほぼいないですね。そう。だからみんな歌うまくなった。そう、あのレコーディングはね音源はうまい、うん、ね、そう、まあ、音源うまいからこそ音源聞いてライブ見ようって思うと頑張れよって思う。だからね、自分の歌取りの時とかやっぱ申し訳ないなっていう気持ちと、なんか何回もやり直したりするから、うん、なんかだんだんの最初はあのディレクターさんとかね、エンジニアさんとかも言うよとか言って、だんだんなんかみんな言葉数が減っていくあるあるまだやるみたいな、もういいじゃんさっきのテイクでみたいな、どこがどう違うのみたいないや違うんだよここが、このニュアンスがみたいなのをずっとやっちゃうんですよね。ボーカルの方のみですかって。ボーカル、あ、どうなんだろう。どうなんですか、ギターでオートチューンかけたりするんですか。ギターはやってる人いると思いますけど、うん、僕はやんないですね。うん、納得いくまで手を取りますよ。まあ、例えばギターソロとかちょっと前に後ろにとか、うん、あ、リズムのやるちょっと本当 0.0 何秒後ろにとか、うん、そういうのはありますけど、うん、まあ音程でやんないだけでリズムでやってるからやってんだよね、うん、まあ、そうね、そうか、タイミングの、あのオートチューンじゃそうなのか、うん、直しはちょっと入れて、不正してます、まあ、お化粧ってことですねエディットだ、編集だ、エディットね、そう、ボーカルエディットね、とかギターもそう、なんかレコーディングって結構ね、一発で全部通すっていうよりは本当にまめにこう部分部分で撮ってっていうこともよくやりますからね、そうですね、うん、
でもコーラスとかは、まあ、上達はしましたけどね。上達はすごいしましたけどね。衝突？衝突もするけど上達もね、衝突しつつ、ね、あでもそうなんかやっぱり納得いくまで繰り返すと上手くなりますよね。それはね、そう、それは絶対あの全員がやっぱミュージシャンは必ずやってると思うんですけど、 MTR の時代なんてね、そんな、そんなことできないですもんね。MTR がまだ分かんないですね、多分ね、皆さん ね、 そうね。MTR ちょっと説明してくださいよ。マルチトラックレコーダー。分からん。口頭が長くなった。レコーディングする機械です。何何？多重録音ですね。多重録音の機械。はい、そうです。今はだからもう昔はテープをそれやって回して、うん、トラックがよくあったじゃん。カラオケでもそのカラオケトラック。うん。え何て言うの、昔何て言うの、ハチトラとかっていうテープの大昔、うん、カラオケなんかその要はテープがブワーってあって8本データが入るようになってて、それポンポンポンと切り替えると曲が切り替わるみたいな、うん、それの延長みたいな感じで、うん、要はテープのテープに磁気情報をバーッと入れてたんだけど、今となってはもうコンピューターでデータでポンとやれるようになったから、くっそ便利だし、くっそ前後にもいじれるし、音程もいじれるし、そう本当にそう、音をね綺麗に作れる世の中になりました。本当にそうですよね。カセットテープってなんかね、知らない人も多分いる。いや今逆に流行ってるらしいから。あそうなんですか。そうだよ、映るんですわ、なんか最近流行ってるって、うん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 、カセットテープで聞くのも流行ってる。逆にアナログ化してってるっていうかね。やっぱハイポジですか。そうじゃない。ハイポジそうハイポジって何。メタルテープかなんかが逆にまたプレミア上がってるんだって。カセットテープにも種類があって、うん、ノーマルタイプとか、うん、ハイポジションタイプとか、うん、何ハイポジションタイプってあったんですよ。あれは何の違いだと。何が違うんだろう。音良かったんだよ。要はだからノーマルより高いって言ったから、それメタルで、ね、MP3 とWAVの違いみたいなこと。じゃあもうテープの素材だもん。素材か。素材か。素材か。あ、でも確かにノーマルは切れやすいです。うんうんうん、あ、そういうのはありましたね。テープが強い。テープが強い。うんうん、へえ、それ知らんかった。懐かしい。カセットはギリギリ使ってましたけどね、中学生の時は。家に何かあったんですよ、なんかガチョンって2個押すと、ね、あのマイク通して音取れるやつ、ね、それずっとあのチャゲアスずっと私歌って録音してカラオケ流しながらチャゲアス歌って撮ってました。違うなとか言ってそれも何回も撮り直してもうすでにレコーディング始まったね。そうそう、その時からもやってましたね。まあ、ギターとかってやっぱりじゃないですか、こうな生で弾いた時とやっぱアンプ通した時と全然違うわけじゃないですか。ああそうですね。でなんかそれこう練習とかってやっぱりどうなんですか、こう日頃はそのエレキの練習するのってあやっぱアンプ通さないとそのニュアンスも分かんないですよね。まあ目的によりますね。ああへえ、その、うん、なんだろう、最近はもう全然アンプ通さずに練習ばっかりですけど、うん、アンプを通してた方がノイズが出る出ないが分かるので、うん、あそうなんだ。ギターってあの弾いてる弦以外の弦って、うん、ちゃんと触ってないと、うん、ハウリングが起こったりとかするんで。触ってないとってどういうことですか。こう離した状態だと、うん、わーって言っちゃうんで、うん、あ一緒に共振しちゃうってこと。あそうです。へえ。だから常に触っておくっていう癖が必要なので、うん、それの練習とかは絶対出した方がいいと思います。ああ知らなかった。でもその辺はもう今全部普通にできてることなんで、うんうん、まあ使わないです。でそういう練習は特に今必要ないから、アンプは使わずに、こう、まあ、生で生の音でもイメージできるってことですね。勉強なる。でも音色によって本当に音が伸びたりするから、うん、あの弾かなくても音出てたりとかするのもあるし、うん、奥深いですね。そうね。そうですね。なるほど。だから楽器を弾くという行為
とプラスアルファ音色のところ、あ、そうですよね、そうそうのところも演奏の弾く技術のところに入ってくるから、うんうん、ギタリストってなんかやったらこうアンプの話とかエフェクターの話とか、うん、すごいギタリスト同士でしてるじゃないですか、するすごくしたい、全然かれてわかんない、すごくしたいしたい、やっぱこう俺のエフェクターこうだぜっていうなんかそういうのをこう、あ、でも言いたいみたいな、そういうことなんですか。もうどんどん僕はもうコンパクトになっていく一方で、うん、そうなんですよ、昔はいっぱいエフェクター並べてどうだって感じでしたけど、うん、あのでかいボードをねよく持ってる人いますよね。そうそうそう、もうついこの間からマルチエフェクターであのデジタルのもう1台だけ変えて、はいはい、うん、それでこと足りるなみたいな感じになってきたんで、へー、便利な世の中になりましたよ。本当ですね。昔のマルチエフェクターはもう全然音ペラペラだったのが、うん、今全然もう使えちゃうんで、へー、遜色ないんですか。遜色ないです。全然デジタル感もなく。ないと思いますよ。なかったよねこの間。そうね。あのね、アンプシュミレーターっていうのがすごい発達して、うん、そのシュミレーターのおかげでそのアンプらしさがだいぶ出るようになって。うん、なるほどね。大音量で鳴らさないと得られないような伸びだったりとかっていうところも、うん、もうそのシミュレーターで小さい音量でも出ちゃうから。へー、うん、今だからツアーバンド荷物減っていいね。確かに。本当そうですよ。そういえばアンプ持ってかなくていいって。そっか、だってギタリストって自分でアンプ持ってってたり、そうです、よく見ますもんね。うん、頑張っとったもんね。そう、ツアーの時だから。うん、ヘッドとキャビーも、うん、持ってたってこともあったもんね。うん、キャビーに挟まれて寝てたけど。キャビーってあの大きなスピーカーね。うん、キャビーはもう分かんないですよね。ついてこれてますか見てる人。もう分からん言葉ばっかり飛び交ってると思うんですけど。そう、ちょっとマニアックな感じになってるかな。音楽的にね。すごいな。面白い。そう、今のバンドに至ってはね。うん、まあ、ステージにモニタースピーカーっていうのがあってそれを聞いて演奏するんだけど、うん、今もうふっと置かないバンドむちゃむちゃ増えてきてるからね。ワンマン、もうイヤモニですか。そう、そういうこと。イヤモニは知ってるかな。アンプも、うん、あの鳴らさない。え、アンプも鳴らさない、うん、ラインだけ直、直、意味伝わってるかなこれ。坂井さん上手に説明してもらっていいですか。怪しいと思う。スピーカーがね、あの演者に向いて置いてあるのがモニタースピーカー、うん、要はそれ聞くた、あの演奏するために必要なモニターなんだけど、あのスピーカーなんだけど、それ用に別で演奏しやすいような音を返すスピーカーがあるんだけど、うん、もう今それを使わずに、まあ多分今もう、ね、テレビとかでも耳、うん、イヤモニって耳に直接つけてやってるやつがあるんだけど、うん、あれもだからライブハウスレベルでも使うようになってきて、うん、で その本当に そこに直接音を送り込むだけで、うん、だからお客さんの声も極端にこと言うと聞こえないんだよ。聞こえなきゃそれでもう今成り立ってたりとかする。うん、だからライブ感出すためにあれですよね、お客さんの客席の音をあえてマイク立てて、いやそれもやってそれもイヤモニに返すっていうこともやってる人いますよね。うん、いや私も一回イヤモニでライブやったことはあるんですけど、うん、まあなんだろう、お客さんの空気感が読めない読めない、うん、でもすごいだからレコーディングしてる感じ、うんうんうん、音はすごいクリアだし自分の音はもうかなり普通のモニタースピーカーよりはちゃんと聞こえるから、まあ、歌ってる安心感がある一方、こうなんていうんですかね、こうライブ感をちょっと出しにくかったですよね、その時は。まあ、多分 そのシステムもちょっと、ね、調整すれば、あとは自分が慣れればもうちょっといけるんだと思うんですけど、初めてやった時はなんか、え、なんだこれ、どうしたらいいんだろうみたいな、目の前にお客さんいるのになんか一個幕があるみたいな、うん、孤独を感じない。そういう、うん、孤独を感じる。そう、ちょっと孤独な感じがする。まあ、ドラマーさんはねよくね、同期使うとイヤモニしてますからね。ミッキーで同期とかやる。アキチコバンドでは。アキチコバンドは基本同期をよく使うので。だけど、うん、本当まさにそうで、うん、ちょっとトラウマがやっぱあって、うん、やっぱお客さんのリアクションが聞こえないと、うん、ちょっと怖くて、だから片耳だけ、うん、あ、片耳はもう
なんていうの、すっぱだか耳が生の音、すっぱだか耳が裸かで、やってる。サニスタは同期とかはっていう。ああ、使ってます、使ってます、ね、同期のデータ誰が作ってるんですか。ここですね。あ、2人で。ほとんどこっちだ。あ、俺か、うん、俺か俺はあの落としてるだけ、サンプラに入れてるだけ。サンプラに。そう、サニスタの上物は 俺担当な。なるほど、鍵盤弾けるし、ね、そこでも鍵盤役に立ってるじゃないですか。だからめっちゃ遅くやって、もう今弾けないんで、うん、めっちゃ遅くやって、まあ、あとテンポ上げて、テンポ上げてそれでやってます。今ミディというね、便利な機能がありますからね。ね、テンポ上げてもピッチ上がんないんだもん。上がんないから、うん、あ、また専門的なこと、またね、そういう専門的なことついてこられてますか。大丈夫ですか。教えが多すぎますよ。半分の、うん、テンポで録音をして、うん、単純に倍のスピードで再生すれば、うん、音も1オクターブ上がるんだよね、うんうんうん、だから本来だったら半分でやると1オクターブ上がった音だから低い音で演奏しなければ成り立たないけど、うん、同じ音程のままテンポ変えることができるようになってるから、うん、まあ、でもミディは前からあるか、まあ、ミディはそういうこともできるから、うん、だからあのドって弾いたらドって弾きましたよっていうデータが入るってことですもんね、ミディはね。だから後からドって弾きたかったのにレって弾いちゃったっていう時もその音だけドに直すとかできるんですよね、うん、ポチでね、もうポチでね、マウス1個で直っちゃうっていうね。そんなことも、あ、歩行さんが知らないことが多すぎますがめっちゃ勉強になります。なんか音楽勉強会みたいな感じ。おかしいな、今日は突き落とすつもりで来たのに。あれ、なんかすごいいい感じになんか、まだ全部喋ってないじゃん。サニスタ辞めたところまで。そうですよね、なんかそっちの話が。1時間経った。ちょっと急ぎでその後話してもらっていいですか。帰ってきたところ。帰ってきたところ。サニスタ帰ってきて。じゃあなんで帰ってきたの。あ、なんで帰ってきたか。うん、なんで帰ってきた。ああ、それは。これは話しにくいな。あの、失恋したんですよ。あ、なるほど。なるほど。そこしまった、そこ聞きたかったな。そうなんですよ。いや、でも結婚しようと思ってて、うん、その当時です、まあ、今は、まあ、全然別ですけど、うん、でそれがダメで、うん、でその時にこうちゃんと飲みに行って、うん、そんなんだったらサニスタやりゃいいじゃんみたいな。そこがそんなんだったらになるのか。なんかあれですね、失恋した女の子につけ込む、あの、なんかああいう感じですよね。じゃあ俺と付き合えばいいじゃんみたいな。そういう俺んとこ来いよ。俺じゃダメだみたいな。俺んとこ来いよみたいな。手段かよ。でもうちもそのちょうどサポートギターコロコロ変わってて結構大変だったのよ。大変だったね。大変だった。そう、2年間で4人ぐらいサポートしてもらったんで、うん、でそうしたらじゃあ俺のとこ来いよ。だって俺もなんかまんざらじゃないっていうか、うん、そう変な意味じゃなくて。あのちょくちょくライブは見に行ってて、うん、やっぱ心のどっかで、うん、いや俺の方がいいギターってちょっと思ってて、ね、それもあったから、うん、そう言われて、あ、じゃあやろうかなと思って。なるほど。そっからちゃんとやりました。どういうこと。それまではじゃ、なんかそれまでは多分ちゃんと考えてなかった。ちょっと真面目な話だけど、ステージングがどうとか自分のスタイルがどうとかはあんまり考えてなくて、とにかくがむしゃらにやればなんか結果出るとか思ってて、でそれでダメで抜けて、でまた戻ってきた時になんかちゃんと見せなきゃダメだなと思って、だからその自分の乗り方も決めて、でこういう感じで弾こうとかそういうのも決めてってなりました。そっからようやく、うん、時間かかりましたけど、うん、でそっからはすごい達成感のあるライブばっかりできて、自分の中で、うん、なんかすごい楽しいです、うん、そうかな、いい話、うん、
すごいいい話。むなしは達成感なかったの。むなしはあのいやワクワクは常に。ワクワクいい、それもいいです ね, そうね、うん、大事だね。次何やれるんだっていうワクワクはあったの。でもむなしでいろんなことを多分ステージングとかね、ステージの可能性をいろいろ探って頭もひねってやってきたからこそ、そういう経験をまたアンジスタに帰ってきて行かせたってことですね、きっとね。すごいな。でもライブ2回しかやってないからね。いや熱量高すぎて濃い、そう何発もいけない感じ。そうね、2発で結構もうお腹いっぱいなんですけど、こってりだもんなあれ。いやいや、でも、よかったね、戻って。本当ですよね。それが今20周年まで迎えてるわけですからね。すごい。もうすごい、なんか今日いい話が聞けたなっていう。本当にこうなんか人生をこう深掘れたような。ね、まだちょっと闇の部分は聞けれてないんですけど。またあの後々。またね、番外編で。え、これで、あとあれ番。みんな深掘ったっけ、うん、深掘ったよ。そうか、うん、でもあれはこうちゃんはあと俺だけ。あ、うん、あそうか、今のところでもゆうきくんの話でなんか一番なんか4月が楽しみになってた。今までは今まではよ、よかったすごいよかった。今までもよかったよかったよ、よかったけどなんかさらに更新された。そうね、よかった、一番いい、ね、一番楽しみ。毎回こう更新してとるね。、うん、ワクワク感を。4月がすごく楽しみになった。嬉しいっすよ、ね、でも、まあ、言いたいことは分かる。よかったですね、今日なんか、うん、まとめに入り始めた。いい回でした、うん、いい回、いい回でしたね。でもそんなね、こうワクワクが集約する日があるわけですよ、ね、そうですよ。いつでしたか、小助さん。はい、4月の23日、ハートランドでツーマンライブ、サニーファンスタイルと秋一子のツーマンライブやりますので、ぜひぜひね見に来ていただけたらなと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にあのここに向けていつから準備しとるかっていうね話なんですよ。今日は7回、去年からですよ。今日7回目だね、うん、そんなやってんだ、うん、去年からやってますからね。10年ですからね。本当にもういい日にならんわけがないですよね。うん、でもぜひぜひ遊びに来てください。あのチケットピアでも今チケット取り扱いありますし、各ライブでもあの販売しておりますので、まあ、あので私あのなかなか名古屋に歌いに行けてないので、あのなんとミキヒトさんにチケットを預けております。はい、はい、あります、はい、でミキヒトさんはいつどこに出没するんですか。あさってハートランドにいます。あ、なるほど。はい、ちょっと待って、今あの、うん、コメントあの詳細コメント、あ、ありがとうございます。はい、詳細を今コメントに打ってもらっております。つないでください。打ってくれてる感じ。今打ってます。ありがとうございます。はいはい、あだあだあだ、はい、出没するポイントですよね。ポイントはどこでしょう。はい、今週の金曜日に、うん、ハートランドで、うん、春の舞ちゃんの、うん、ワンマンライブで、お、はい、サポートドラムを弾きますので、じゃあ舞ちゃんのワンマン見に行くよって方は、ちなみにあのヒロもベースですよね。アキイチコバンドのヒロもベースで PA 俺やってます。はい、じゃああと遠藤くんだけだ。そうですね、漏れなく。遠、はい、ちゃん全然出てこないからね。次回いよいよですよ。確かに本当に来るのかっていうところがまず心配、うん、心配ですよ ね、 心配ですね。これリアルに心配です。あの本当に遠ちゃん来るのかっていう、ね、本番も来るのかな。確かに分かんない。大丈夫かな。そこからに分かんない。忘れてるかもしれない、ね。ちょっとゆうきさん準備しといてもらっていいですか。続き自分。続きやした。そうなんで、なんでまあ、あごめん、ミケトまだ途中だったか。あ、いやいいですいいです。うん、金曜日とりあえずいます。そうですね。まあ詳しくはミキヒト情報は、はい、ミキヒトでカタカナで、そうですね、見ていただければ、はい、各 SNS。はい。上がっておりますんで、まあでもね、今月末にはあの、うん、秋さんがね、名古屋に久々に来るので、そうなんです、はい、3月の31日
に、今朝丸雄介君とこれまたツーマンライブなんですが、はい、やらせていただきますトマトとキュウリというイベントです。なかなか今朝丸君からメールの返事が来ないんで進めたい話が進まなくてちょっと困ってはいますがでもなんか面白い企画がやれたらなと、提案中で今考えてますので、はい、楽しみにしてもらえたらと。その時は当然、4月23日のチケットも持っていきますので、ゲットしてもらえたらこれ幸せにございますよろしくお願いします。結構私もプレッシャーなんでね、もう来てもらわないといっぱいと思って本当によろしくお願いします。お待ちしております。で4月23までに名古屋で歌えるのが多分ね3月31がラストなんですよね、うん、路上ぐらいやるかな、どっかでやろう。私ねここで言われちゃう、まあ、4月の2日にちょっと三重県の方に少しですね施設に歌いに行く予定がちょっとあってですね、それまで名古屋いるからちょっとその隙間にミキートさん時間があったら路上やりませんかっていう公開今打ち合わせをしておりますそれだったらコウスケも誘ってさ、あコウスケさんも一緒にやる、確かにいつ固まってるでもいつって話になる路上ライブ、うん、コウちゃんでもフットワーク大変忙しいもんね、コウスケさんもね。3月31はライブだから1日、そうだよね、1日か2日の夜からな。2日はね、やめましょうね。なんで2日はね、自主企画をやるんです。あ、そうなんですねそれは無理でね、はい、そうですね、そちらに集中してもらって、ここだけはすみません、本当に。じゃあ1日いいかな。まあそうなるよね、1日うん、いいと思う、いいと思う。まあ、エブリルフールだし、そうねやるって言っとってやらんかもしれん嘘でしたみたいなことじゃでもそれって前から思ってたんですけど、うん、4月の1日に言うから、うん、あれなんですよ確かにね今日言ったらただの嘘つきになっちゃう、ね、やらないのはただの嘘つきただの嘘つきただの嘘つきずっとちょっと思ってました、何年も前から思いました。確かにね、まあ、路上がちょっと状況的に無理だったら、なんかちょっと他のこと考えてもいいですしね。路上演説とかねそういうこと路上演説ビーンズからビーンズから生配信、まあ、ちょっとプチライブみたいなのもありだしね、はい、なんかちょっと、まあ、コウスケさんちょっとお忙しいでしょうから、もしタイミングが合えば、タイミングが合えば、そう、うん、私はとにかく歌い名古屋で歌う日が全然ないから、うん、無理くりでもちょっとね皆さんにより知ってもらうアピールできる日があればなと思ってそんな話をしてみました。まあ、どうなるか分かりません、はい、ちょっとまた決まり次第告知もさせていただきます、はい、で、サニーファンスタイルの皆さんは4月の23までにはあと告知事などはございません、はい、潔が良い感じで全集中で4月23まで、はい、ということで、ね、その集中した全魂を詰め込んだその日を皆さん楽しみにしておいてください。私もうちょっといいですか、お知らせしても。ちょっとこれは4月23以降なんですけど、酒井さんにさっきね、あと時系列順でいきましょうか。こっちだ日程的に先、はい、そう、はい、今出てます、出ました。こちら527の、ね、5月の27、またねこっち遅いんですよね、出てますよね、出てます。これね東京なんですけど、実は私初めてのランチタイムショーなるものを、開催いたします。これうなぎ屋さんで、すごい老舗のうなぎ屋さんで、まあ、いわゆるディナーショーのランチ版みたいな、そういう感じでやる予定でして、で、まあ、自分でもこんなことをやることになるなんてびっくりしてるんですけど、今ね前これで前もちょっと話したかもしれない、ロンドンに今在住 の、 デザイナーさんでジントマチコさんという方がいらっしゃって、もうお年で言うと多分69、70ぐらいなんですけど、もう見た目はめちゃくちゃお若くてめちゃくちゃかっこいい女性なんですけど、そのジンとマチコさんとご縁をいただいて、でマチコさんがこういうイベントやりましょうよって背中を押してくれて、
で、あの開催が決まりまして、あの高級うなぎランチをいただいてからの、ショータイムで私を歌わせていただくということになってます。でピアノがなんと、私たち界隈でもつながりの深い、小川徹さんが弾いてくださいます。あのめちゃめちゃ楽しみです。なかなかの化学反応が起こるんじゃないかなと思っておりますので、ちょっとチケットがね、なかなかあのかなりお店自体の敷居がちょっと高いところなので、あのチケット価格がいつもよりもドーンと上がってはいるんですが、おかげさまでちょっとあのまちこさんの方 あのお知り合いの方とかも来てくださる予定があったりして、もうどうだろう、半分以下ぐらいはちょっと今埋まり始めてるかなという感じですので、もし興味ある方はあの東京にちょっとたまには贅沢しに行くかという感じでね、あのうなぎ食べに歌聞きに来てもらえたらと思ってます。それで、もう一個が、8月ですね。8月の26日出てます？出てます。が、これはまあ秋一子初めての東京ワンマンということで、あの決定をしております。このチラシをちょっと作り直したんですよ、実は。今まで告知で出してたやつから少しバージョンアップして作り直して、あのもうすぐチケットもね、あの発行できますので、今月の31日にもさっき あのディナーじゃないとランチタイムショーと8月のワンマンのチケットも持っていく予定ですので、ぜひ皆様、8月はちょっとまだ先ですけど、両方とも昼公演なので遠方からでも来やすいんじゃないかと思ってお昼にさせていただきましたので、ぜひ皆様お待ちしております。よろしくお願いします。はい、そんな感じです。ありがとうございます。なんやかんや決めてしまったからやるしかないというね追い込まれていますが、もう本当にまずはでも4月に向けて頑張っていこうと思っておりますので、ちょっとまたね路上とかはお知らせします。はい、そんな感じで、言い残したことは今日はどうでしょう、大丈夫ですか？あ、1個ありました。ありました。今日あのゆうきさんが深掘りしていろんないい話もしてくれましたが、最後に、今日深掘りさせてもらったゆうきさんに4月の23日に向けての意気込みをお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、本番まであと1ヶ月半を切ってきて、ちょっとずつこうリハ入るたんびに実感が湧いてきてるんですけど、10年前にワンマンをやった時、結構達成感あったんですよ。でその後、まあたまにやれたらいいよねっていう感じで終わって、でやっぱりたまにやれたらいいよねぐらいの気持ちだとやんないんですよ、うん、追い込んでもないし、うん、でそんなんで40過ぎた頃にやっぱりもう一回帰り咲きたいって思って、うん、あの時見たステージもう一回見たいってなって今ここにいます、うん、なのでその10年前にちょっとこう置き忘れてきたなんか気持ちみたいなものと今度こそちゃんと向き合って最高の一日にしたいので、皆さんはよろしくお願いします。ぜひ来てください。熱い、素晴らしい。グッときました。グッときましたね。もうちょっと。出る。ちゃんと出なさい。出る人。見に行くわ。行くじゃないの。行くじゃないよ。うん、私も見に行こうと思った。一緒に行こう、一緒に。あ、絶対行こうと思った。出る人しかいない。一緒に出る人。誰とも。え、ワンマンじゃなかった。散々ツーマンって言っとったね。そうだったね。急に。そうだった。司会はやるから、司会は。いいな、熱いメッセージ。もう会話ごとにこう 熱さが増してますよ、なんかね。うんうん、これで次回のエンド落ちたら嫌だな。頼むぞ、エンちゃんって感じですよ。だよね。まあいい感じでとか言いそうです。いい感じでできればみたいな。逆にいない方が熱量上がった話ができるかもしれないね。かもしれないね。ね、逆にね。結局今度かいっていうぐらいの。え、パネル相手に。パネル相手に。いや、マッチ棒置いておけばいいから。マッチ棒置いておいてね。
マッチ棒に線でこう顔描いてる。むちゃくちゃ言われてますけど。まあそんな秋一子バンドの遠藤正明くんが、はい、次回は深堀の主役ということで、きっと来てくれるだろうと信じておりますので、皆さんその絵も来るのか来ないのかっていうところも含めて楽しみにしておいてもらったらと思っております。3月22日。うん、3月22日です。はい。またねちょっと眠い時間だと思いますが、お付き合いをいただけたらとっても嬉しいです。はい、じゃあそんだけでもう夜も深まってまいりましたので、この辺でお開きしましょうか。はい、はい、それでは皆様遅い時間までお付き合いをどうもありがとうございました。ありがとうございました。また4月23日お待ちしております。というわけでここまでのお相手は私秋一子とサニーファンスタイルとサニーファンスタイルの横にいるミキヒトと顔出しませんでした酒井でした。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。サニーファンスタイル、ウェニエスアニバーサリー。サニーファンスタイル、アニソン、マイスタイル。サニーファンスタイル、ウェニエスアニバーサリー。サニーファンスタイル、アニソン、マイスタイル。サニーファンスタイル、ウェニエスアニバーサリー。サニーファンスタイル、アニソン、マイスタイル。サニーファンスタイル、ウェニエスアニバーサリー。サニーファンスタイル、アニソン、マイスタイル。サニーファンスタイル、ウェニエスアニバーサリー。サニーファンスタイル、アニソン。